本は憲法によって、攻撃能力を持つことを制限されているよね。最大の仮想敵国がいる中で、この制限は結構きついよな。いざという時、必ず後手に回ってしまうのは正直死活問題だよね。もちろん、過去の出来事を加味していることもわかるが、時代は変わるものだし、侵攻を行うわけでもない。むしろ国民を守るための攻撃能力の取得は必要不可欠だと思うぜ。防衛能力でも当てはまるけど、攻撃能力があれば抑止力としても機能するからね。そうだね。さて今回は、そんな敵基地攻撃能力取得に向けたトマホークの国産化について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年9月の自民党総裁選挙に立候補した高市衆院議員は、総裁選の中で自衛隊による敵基地攻撃能力の必要性を強く訴えたよ。こういう声を上げる人がいるのはいいことだよね。現在の日本においては、中国及び北朝鮮からの脅威が年々高まってきており、日本も南西諸島の島嶼部防衛に力を入れ、そのために地上から敵艦などを攻撃可能な地対艦ミサイルの配備を進めている状態なんだ。中国は南シナ海ではスプラトリー諸島やパラセル諸島、バシー海峡等の海域を九段線と呼び、周辺国の同意なしに一方的に中国の領域であると主張しており、島嶼部に大規模な基地の建設を行っているよ。その行動は自国優先の武力を背景とした、あまりにも露骨で傍若無人なものであり、ロシアや北朝鮮を除いた西太平洋諸国がその海洋進出を阻止するために強調して動こうとしているぜ。日本海域でも東シナ海にある尖閣諸島の領有権問題で、尖閣諸島との接続水域や領海に中国公船が侵入する事案が多発しており、中国公船と海上保安庁の巡視船艇が激しい攻め合いを行っているよ。海上保安庁は、尖閣諸島警備のために専従の部隊を新設し、巡視船の新増速度も速めているんだけど、中国はそれを上回る速度で海上警備部隊中国海警の拡充に努めており、海上保安庁は数的な劣勢に立たされているみたい。近年、中国は周辺国への軍事的な圧力を強めており、台湾の防空識別圏への侵犯回数の増加、フィリピン領海への侵犯行為など、中国の覇権主義は膨張の一途をたどっているんだ。それに対抗するため、米国や日本を中心とする西側諸国は、中国周辺の航海において航行の自由作戦を展開して軍事的なプレゼンスを強化しており、西太平洋全域の軍事的な緊張感は急速に高まってきているってわけ。その中国だけど、東シナ海においても第一列島線及び第二列島線と称する、対米線を想定した軍事戦略上の防衛ラインを公表しているよ。その中で第一列島線においては、九州の南海上から台湾へと連なる南西諸島までの領域が含まれており、この防衛ラインが公表された際には各国で物議を醸したみたい。この中国の対米防衛構想では、日本領である南西諸島の中国側海域へは、日米の戦力を侵入させない方針で中国軍は活動するということであり、日本の領海及び領土を中国は勝手に防衛線と位置づけているってこと。これは中国にとって、米中で紛争または戦争が発生した場合は、中国の認識では、日本の南西諸島を一方的に占拠占領し、対米防衛ラインを構築することが規定路線であることが示されていることになるよね。本当に勝手だよね。ずうずうしいにも程があるよ。この他国の領土を我が物顔で利用しようとする姿勢は、まさに19世紀末から20世紀初頭における帝国主義国家の所領を彷彿とさせるものであり、現代21世紀でもそれを行おうとする国家が日本の隣国にあるということは、冷戦時代のソ連という存在のように日本にとって極めて大きな脅威であると言えるよな。2021年10月18日には、中国及びロシア領海軍の艦艇約10隻が日本海側から津軽海峡を通過して太平洋を航行。その後、伊豆諸島と小笠原諸島の間を通過し、大隅海峡を抜けて東シナ海へと航行しているよ。日本は中ロ両国海軍艦艇が航行した海峡は国際海峡として認定しており、公海とされる海域を設定し、平時は民間船や外国艦艇の自由航行を認めているため、今回の領海軍の行動は合法であり領海侵犯行為もなかったとしているよ。しかしながら、中ロの約10隻からなる合同艦隊を日本近海で活動させるということは、日本に対する明確な示威行為に該当するよね。これは日本が推し進める対中包囲網である、クアッド日米豪印の4カ国が協調して対中国に対するプレゼンスを発揮する協調体制や、オーカス米英豪3カ国の対中国を念頭にした反軍事同盟と呼ばれる、
対中国包囲網の枠組み構築に対する威嚇警告であり、中国はロシアと共同してそのような枠組みは打破するという意思表示でもあるんだ。日本はこのような行為を断じて容認してはならない立場なんだけど、日本国内では衆議院議員選挙を控えた時期であり、政治的に難しい決断を迫るこの問題がクローズアップされることがなかったのは、日本の平和ボケと言われても仕方ないよ。しかも、政権与党である自由民主党は公約の中で敵基地攻撃能力の保有を掲げていたにもかかわらず、選挙では大きく取り上げることはなかったんだよな。これは国防が票につながらないということが起因しているのだろうが、そうなのであれば、国民はもっと自国防衛に関心を向けるべきなのかもしれないぜ。国会がこのような状況の中、防衛省は着々と敵基地攻撃能力の獲得に動いており、陸上自衛隊で運用している人に式地対艦誘導弾の射程延伸化に向けた研究開発を進めているよ。現行の人に式地対艦誘導弾の射程は百数十キロメートルクラスのものであり、専用の運搬車両により任意の地点まで移動して、陸地の敵艦から露見されにくい地点から敵艦に対して地対艦ミサイルによる攻撃を行うことを任務とする装備だけど、このミサイルは山や川などの地形に沿った飛行が可能、地形追随機能であり、GPS による精密誘導も可能であるため、能力向上を図れば対艦攻撃だけではなく、トマホークのような対地攻撃兵器への転用も可能なんだ。現在、2022年度までに射程を 900km 程度まで延伸した改良型の開発を三菱重工が行っており、このミサイルを南西諸島に配備すれば、東シナ海を我が物顔で航行している中国海軍艦艇に大きな軍事的圧力を与えることができるようになり、有事の際に南西諸島を占領しようとする中国軍上陸部隊を迎撃するための、非常に有効な装備となることは疑いようがないんだよね。この人に式地対艦誘導弾は、最終的には射程 1500km 程度までの延伸を目標としており、仮に射程が 1500km となれば、福岡からであれば、北京まで射程範囲内に収めることすら可能となり、南西諸島に侵攻してくる中国軍艦艇に対してであれば、中国軍の射程外から一方的に攻撃を加えることが可能なスタンドオフ能力を獲得することとなり、中国軍に対して大きな抑止力を持つことができるようになるぜ。現在、防衛省は2020年に人に式地対艦誘導弾を運用する地対艦ミサイル連隊を増強することとしており、南西諸島への配備を進めているよ。2019年3月には奄美大島に第301地対艦ミサイル中隊を新編し配備、2020年3月には宮古島に第302地対艦ミサイル中隊を新編し配備したんだ。今後、2022年には石垣島にて部隊を新編し、奄美大島と宮古島に配備している301中隊及び302中隊を霊下に置くことで、南西諸島防衛のようにする予定みたい。先に配備された奄美大島の住民からは、部隊の配備に対する不安の声は大きくないようだな。301中隊が駐屯する瀬戸内分屯地が所在する地域の建設業協会の声として、奄美大島が安全保障の最前線となっているとの実感は湧いていないとの声が伝わってきており、地域が中国や自衛隊に対して警戒感を抱いている様子はあまり伺えない状況のようだぜ。逆に部隊配備による経済効果は大きく、301中隊が配備された瀬戸内分屯地の整備費用には630億円の予算が計上されており、奄美市や瀬戸内町の事業者の米58社に対して約147億円の発注がされているよ。これは大きな産業の乏しい奄美大島に大きな経済効果をもたらしており、部隊配備を歓迎する向きもあるんだって。しかしながら、ミサイル部隊の配備によって、敵からの攻撃目標にされかねないとの不安を口にする住民もおり、空爆や艦砲射撃がなされるのではないかと警戒心を抱いているんだ。確かに、いくら経済効果が望めても、住民からすると不安は拭いきれないよね。そうだね。この不安感については、米軍や自衛隊が新たに駐屯する地域では珍しい反応ではなく、防衛省自衛隊は、地域住民と丁寧に対話の機会を増やしていく必要はあると思うよ。このように地域住民の意見は賛否両論ではあるんだけど、南西諸島に自衛隊が配備されなければ、南西諸島の島々は安全なのかといえば、そうではないんだ。中国は対米戦争が勃発した場合、日本の南西諸島を占拠占領することは既定路線であり、すでに第一列島線、
第二列島線構想で公に公表までしているよね。そのため、中国軍が占領した島々で自分の基地を造成可能な場所があれば、そこにいる住民を強制的に立ち退かせて基地を造成する可能性も否めないってわけ。そうなれば、南西諸島に住む住民の生命と財産はいずれにしろ守られないことになるよな。そうならないために自衛隊が配備されることになるんだから、地域住民の方には自衛隊が配備されることでの不安より、自衛隊が配備されることでの安心感を持ってほしいものだし、政府は地域住民に丁寧に説明をしていく必要があると思うぜ。現在、南西諸島は中国の脅威にさらされており、中国が南西諸島の選挙占領を目論んでいることを政府やマスコミは国民にもっとわかりやすく説明する必要があるよね。平和はただ寝ているだけでは得られず、日々の国防への努力でいられており、自力で己を守れない国家に平和は訪れないのだということを、国民は強く認識する必要があるのではないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。